秘宝坂本隼人さん、もう限界。さらに坂本ワールジレンマとも戦っているという。それが打率を求めるのか長打力を求めるのかといった今季に向けたスタイルの確立だ。昨季は出場83試合で打率2割8分6厘5本塁打33打点だった。大久保打撃チーフコーチはこの日、隼人と僕らの間の葛藤もある、まだ一致はしていないんですよとした上で、隼人がどういうスタイルにするかで我々もどこにはめるかなんです。我々の意思は伝えている。隼人は20発打とうとすると打率が2割5分になっちゃいます。どっちがいいんでしょうかと。我々は2割8分で本塁打がないなら本塁打が増えて2割5分の方がいいという考え。塁打も違うし、盗塁ができなくて単打で各駅停車なら長打が欲しい。どこにはまるのか、はまらないならスタメンから外すのか、厳しい立場にはいるとズバリだった。2割5分20本打てるショートと鏡じゃん。鉄ともこんな感じだな。巨人でそれできるの岡本くらいやろう。3割10本ではあかんのか。今の巨人ってそういう選手おらんし。まあ坂本がこのくらいのパフォーマンスになったからといってコーストータルでもそれ以上働けるやつおらんのやけどは。今3000本打てるのこいつだけなんやから打率優先した方がよくない。巨人でホームラン狙えるやつが岡本しかいないからな。中田丸ウォーカーあたりも打ってくれるやろ。結局池山の上位互換なのよ。サードコンバートがベスト、岡本和はレフト。ブンブン丸は32歳のシーズンからサードコンバートやったかな。イチローが似たこと言ってた。イチローは3割5分って首位出し争いしてた時に2割2分なら40本は打てるかもっていう話だから全然ちゃうな。一昨年まで2割8分で20本平気で打ってたのに急に衰えたな。ショート守るからやろう。外野行けばもっと打ちそう。守備が衰えるのはわかるけど、年齢的に打撃はまだまだいけるはずやろ。本人が体の変化感じて弱気になってるだけちゃうか。